ワタアブラムシとは、カメムシもクアブラムシ科に属する昆虫。全世界に分布し、アブラムシ類の中でも顕著な害虫として知られる。ワタアブラムシワタアブラムシの無翼体性虫は、体長1.3ミ、mm、リメートル程度、体色は黄色や緑、能力色など変異が多い。触角は6節で体長よりも短い。低温下に生育する個体は、体表が白いワックスに覆われ。 触角や桃節などの付属器が単小化子球形に近いフォルムとなる。初夏に現れる有翼体生虫は体長1.2ミ、mm、リメートル程度、体色は黄緑もしくは青緑色で腹部側面に4個の黒色斑がつく。高色性でジャガイモ、キュウリ、カボチャなどの畑作物、菊やユリなどの柿類、梅、桃などの果樹のほか雑草にも多く寄生する。 新芽などは茎にも寄生するが、主に葉の裏に寄生する。アブラムシは一世代が10日程度の発育スピードであり、年の大部分はメスだけが出現し単性生殖する。ワタアブラムシは、ムクゲやミカンなどの木の枝で、卵越冬し、4月上旬に孵化して新葉に寄生し、無欲耐性支柱に成長する。5月上旬には、羽のついた有欲耐性支柱が現れ、 ザクロなどの中間宿主へと移動する。その後も、ナスやキュウリなどの二次中間宿主を経て、10月下旬から有欲のオスが現れ、有欲のメスと交尾し、ムクゲなどに戻って産卵する。また、温暖地では無欲体制支柱のまま越冬する例も、報告されている。生活感により4つのタイプに分類する考えがある。不完全生活間タイプ中間機種として、 岸転換する完全生活管タイプ中間機種の間を行き来する完全生活管タイプ非重型の完全生活管タイプ捕食性点滴として、ハナカメムシオリアス SP などが存在する。高食生かつ季節によって寄生植物を変えることから様々な農作物に被害を与える重要害虫と目されている。から樹液を吸う植生から大量発生すると、 作物の育成が阻害され、故死に至る場合もある。また、更新の唾液を媒介して、モザイクウイルスを蔓延させ、大規模な被害を与える場合もある。糖類が大量に含まれた粘液状の排泄物は、すす病菌の温床となり、作物の商品価値を損なう。ありがとうございます。